します。はい、聞こえました。ソロ入ります。パラスティカ。パラスティカの豆だと、サワデです。キキシリーズー。今日はキキコーヒーです。得意。うちは得意分野。コーヒー大好き人間としてちょっとやりたいと思いまして、今日はこちら、スターバックスのコーヒー、セブンイレブンのコーヒー、ローソンのコーヒー、こちらはファミリーマートのコーヒーとなっております。全部で4種類です。かしこまりました。かしこまりました。こちらでキコーヒーをしたいと思います。自信はすごいある。でも、はい。私、いつも、はい。セブンイレブン。私はですね、いつもラテしか飲まない人間として、あー、まあ、コーヒー本質の味ですかね。確かに。まあ、そちらを理解しておりませんので。あ、また結構これは不利かもしれないね。そうですね。あ、まあ、残念でした。いや、まだ始まっていませんので、よろしくお願いいたします。パラスティカ、今日の罰ゲームを発表お願いします。はい、今日の罰ゲームは、はい、負けた人インスタストーリー1週間1日2枚更新し続ける。ま、今の若い子たちからしたらインスタストーリー2枚あげるぐらい日常茶飯事ですけどっていう感じかもしれないけど、うちらからしたらもうデスソース舐めるぐらいと同じようなこと。本当よ、本当の方はみんなね、うちらのインスタとかツイッターの更新率を見てそう思うと思いますけど、うん、はい、1週間ですね、うん、この動画が上がってから上げ続けたいと思いますので、はい、行こう。よし、パラスティカ、じゃあまず味覚えタイムしよう。味覚えタイムスタート。うわー、もうちょっと今日マキックさんの可能性出てきた。うん、ちょっ、でも確かにちょっとむずいかもしんない。オッケー、じゃあちょっとやっていきましょうか。よし、味はなんとなくね覚えましたね、4種類、うんうん、じゃあどうしようかな。これでいこう。これで、はい、これでいきます。はい、スタバではないな。あ、スタバではないと。なるほど。でもね、なんかね、水っぽいとか言ったら失礼なのかもしれないんですけど、うん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 、この感じは、うん、なんかね、ちょっとね、セブンかな。あー、なるほどね。セブンかファミマで迷ってる今。あー、なんかね、正直ね、このコンビニの3つに関しては味の違いはね、ちょっとすいませんけど、わかんないんですよ、私が。セブンでお願いします。セブンでいきますか。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解。嘘、すごい。すごくない？正解、正解。セブンでした。やったぜ。いい味覚してんじゃん。すげえ。すごい上からじゃない？いい味覚してんじゃん。パラスティカ。次じゃあ、沢田さん行きましょうか。よし。よっしゃ、行くぜ。よっしゃ、行ってくださいよ。沢田さんに飲んでいただくのは、こちらで行きたいと思います、TV。はい、口を出してください。はい。あー、なるほどね。濃いな。濃いですか？あのね、ローソンはないんだよ、はい、セブン、いつも飲むセブンと、はい、なんかスタバの味ちょっと似てんだよ。なるほど。私的にちょっと似てんだけど、はい、やっぱりコンビニとスタバだったら、うん、スタバの方がやっぱ値段もそうだけど、うん、味濃いめなんだよね、うん、ちょっと今の感じだと濃い感じがしたから、うん、スタバだと思う。こちらでよろしいでしょうか。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、残念。えっ、沢井さんが飲んだのはファミリーマートさんのアイスコーヒーです。おーい、じゃあもう私ファミリーマート飲んでもいいってことじゃん。そうよ、もうね、そんなねもう自分の固定概念からもう解除された。あなたおーい、今回はマミノの勝利ということでよろしくお願いいたします。パラスティカってことで、沢出さんはこの動画が出てから 毎日1週間ですね、ストーリーを2個ずつ上げてます。うわ、しんど。皆さんね、インスタの方も下のここにちょっとね、アカウント名出しとくので、フォローしてください。ぜひフォローして沢出さんのね、ちょっと動向をチェックしてくださいよ。皆さん、インスタグラムアカウント借りだからね。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画を聞いてくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。